はい今回は大黒牧とザード坂井泉が不仲というまあ噂とですと、ねえー、隠れた本音ということについてまあ調べてまあお伝えしていこうと思います。 今回もよろししくお願いいたします、まあ、このですね大黒摩季と酒井泉の関係っていうのは、まあ、昔からいろいろ言われておりまして最初にお伝えしますが本当のことっていうのはわからないんですよただ、まあ、僕はあの調べて、まあ、こうなんじゃないかなと思うっていうことが、えー、ありますまあ大黒摩季と酒井泉はね、えー、仲良しだったあるいは仲が悪かった、まあ、そういったものがいろろな話が出るんですが まあ、一体何でそういった話が出るのかっていうことと、まあ、あの細かいところを考えていくと、まあ、こういったことなんじゃないかなと、まあ、あの考えられる、まあ、その、まあ、解釈可能性っていうことなんで、えー、そちらを今回お伝えしていこうと思います。まずですね、まあ、皆さんもこ,こちらを聞いたことあるかもしれないんですが、まあ、大黒摩季と、まあ、ザードの酒泉が不仲である、えー、っていう噂ね、うね、ん、大黒摩季があのザードの酒泉の悪口を言っていた、えー、っていう噂があるんですがまずこの噂の出どころですね な,なぜこういった噂が出るのかっていうことを、えー、まあ調べてみましたそしたらこのような状況がこのような情報が、えー、ありました大黒摩季がこのようなことを言ったんですね「レコーディングの時こいつ下手くそだなっていうアイドルもいっぱいいたでしょう」うと問われて「はいぶっちゃけ何であ,あんたの気持ち悪い音程に合わせて私が歌わなければならないの?」 可愛いってことはこういうことをバックコーラスではなく前で歌えることかとやっぱり顔か体かみたいななんで私は前で歌えないのって感じはないですかとこのようにテレビで大黒摩季が答えたんですねでまずこれなんですがもちろん考えていくんですがまずこの質問ですよねこの明らかにこうなんていうのかな不中,を不中であるというようなそちらの答えに導くようなこの質問をしていると僕はと取れるんですよ 真面目に、ね、いろいろ考えてまだこの後も続いていくんですけど。で まああのこの話の前後があ,のありまして大黒摩季が発言したあまあこの何ていうのかなあその前後の話でこ,この誰,か誰とは言ってないけどこのまあ要するにねえ仲の悪そうな人っていうのは同じ事務所の人っていうことあるいは事務所の意向でまあソロデビューができずにえ自分はバックコーラスをえしていたそういったことからあ実はこの大黒摩季がこの言った人ねえこの人っていうのがえーザードの酒井泉じゃないかっていうまあ噂 が飛び交ったんですよしかしこの話にまだ続きがあるんですねここだけで判断してここだけの話を考えてあの大黒摩季が酒井泉と不仲だったっていうのはあちょっと単純すぎるんですよ理解がで、えー、その後にに、ま、何が続くのかっていうとこういうことが続くんですねこの話っていうのは酒泉を指して、えー、言ったものではないと、えー、現場にマネージャーとかスタッフが同行していたか 放送は一部編集されており、誰が特定できる人物かを特定したものではないと言ってますね。放送は一部編集されており。はい ここに全ての答えがあると思うんですよだからさっき僕がお伝えしたようにこの質問の内容からして「えー、大黒摩季と酒井泉っていうのは仲が悪いですよね」っていうことを、えーまあ、編集してそちらの意向に持っていかせるそういう方向に、えー、話を持っていかせるつまり、えー、着地点が不仲っていうことのためにこういったものを言ったと思うんですよ。 僕は調べてね、別にあの正直言いますけど、別に大黒摩季が好きとか、坂井泉が好きとか、そういった話ではないです。これどういったものになっているのかっていうことなんです。こういった話が出るということは、もともと不仲ですっていうことに向かわせるため、で、例えばね、で全然別の話なんですけど、あの大黒摩季はあ酒井泉についてこういうことを言ってるわけですよ。えー 私は彼女を心から尊敬し同じ時代を過ごした、えー、ま友であり、えー、まあ亡くなられたことに関して胸が詰まる思いでいっぱいですと、えー、まあこのように答えているとまあ、例えばこういうのも裏読みしてね実はあのね不仲だったんだけど表面的にこういうことを言っているっていう風にも取れるかもしれないんですがまあ、ちょっとそれも深読みしすぎだなと僕は思うんですよだからあのこの 何がこの話の一番のポイントかというと放送は一部編集されておるってここですね、うん、だからこういった2人が不仲であるっていうことに、えー、話を持っていきたいがためにこういったことを出したと取れるんですねしかし、えー、これはですね不仲のエピソードなんですが仲が良いというエピソードがあるんですよ で例えばこれしかなかったらね不仲だと思うんですがじゃあ逆のパターンもありますでそのさっき僕言いましたけど放送は一部編集されておりっていうところに注目しますねうんじゃあ何かっていう話なんですがザードの酒泉は可愛いとと性格がいいと多くの人も思っているし大黒摩季もそう思っているとそういったあの話があ,あるんですよ ああのまあ、多くのファンがいるね、えー、ザードの酒井泉ですね、えー、で性格もいいと、えー、言われている、まああの伝説と化している、えー、この歌手の方ですが、えー、この方ですね、えー、大黒摩季も性格がいいし、可愛いっていうことを認めるていると、まあ、そういったことがあるんですよ。まあ、実際、あの大黒摩季と酒井泉が話したときに、まああの、なんて可愛い人だったんだっていう話であったりとか、まあ自分のことを気にかけてくれる、んだから例えば、言葉があのいいかわからないですけど、酒井 泉ってのはものすごく有名なわけじゃないですか。で、例えば本当に性格が悪かったら、あのね、天狗になっているっていう可能性があるんですが、そういったことを大黒摩季は言ってないんですよ、うんで。そういったところからもえ、2人の仲が悪いとは思えないんですね。で、例えばこういったことが分かっております。泉ちゃん、摩季ちゃんと呼び合う中で、レコーディング中に2人で抜け出して、ドライブした中であったということも分かっています。仲が悪かったら2人でドライブするんでしょうか全く疑問です。 このエピソードは何かというと、あまり語られないんですが、仲が良かったと、まあ、そういったことだと思います。まあ、言うなればな、なかなか出せない本音だと思います。そして、この本音がですね、ここから続い,続いていくんですが。 坂井泉っていうのはこのザードのですね売れっ子の方で、えー、ものすごく忙しくてスケジュール管理がパンパンだったっていうことが分かってるんですよつまり坂井泉っていうのはもう音楽のためにプライベートの時間をほとんどなかったっていうことが言われておりそんなプライベートの時間がなかった坂井泉と大黒摩季が仲良くしていたっていう、まあ、この本音そして坂井泉の本音さらに大黒摩季の本音っていうようなことがわかる情報があるんですね このあの何、ー、ていうのかなそ酒井泉が仕事がもう忙しすぎたっていうところで、えー、まあ、そのことを大黒摩季に語ったっていうこの話がありましてそちらをね紹介しておきますね。ね牧ちゃんあ 髪の毛のゴムを一緒にに買いに行かないと坂泉に誘われた髪の毛の毛ゴムなんてマネージャーに買ってきてもらえばいいじゃないあるいはですね私買ってきますよと大黒摩季は伝えたら一緒に選びたいのと坂井泉が言ったとそして一緒に抜け出していったというエピソードですね。 明ららかに嫌いいだったここんんななととはないと思うんですよ、うんね、先ほどお伝えしましたが酒泉っていうのは有名ですから、えーまあ、マネージャーにゴムを買ってきてと言わせればいいしかし仕事で、えーまあ、行き詰まっていたっていうこともあるし大変だったっていうことで、まあ、あの気晴らしをするとでそして、えー、当然ですが不仲の人と一緒に気晴らしするとは思えないと。でさらに 別の話がありまして、酒井泉がスタジオに何日も泊まっていることがあってね、まあ、洋服の着替えを買いに行くときに、大黒牧と夜中に一緒に酒井泉が買い物しに行ったと、でそのスタッフが、な,なんで酒井泉を夜中に連れ出すんだと、大黒牧は怒られたことがあると、でいつも私だけが怒られていたということを言うんですが、これも大黒牧と酒井泉が仲が良かったという話であると取、えー、れます。 何を言ってるのかというと本当のことは分かりませんが大黒摩季と佐賀泉というのは仲が良かったんですよ仲良しだったとっいうことだと思いますそしてそういったことを、えーまあ、別の角度からあ分かる、うん、まあこの2人のエピソードっていうかまあ、大黒摩季についてなんですが大黒摩季がです、ね、バックコーラスをしていたっていう件なんですがザードの「グッバイマイロンリ l o っていうの,の写真ですが大黒摩季が下積み時代にザードのーコーラスをしていたとあるいはですね ザードのまあ名曲ですが、負けないでとか、揺れる思いとか、そういった曲のコーラスも大黒摩季が担当していた、それを坂井泉が指名していたということが分かってるんですね。嫌いな人間にこんなことを頼むとはとても思いません。明らかにこれ、仲がいいと、えー、言うんですが、最初の方にお伝えした、この不仲のエピソードだけが一人歩きしてね、っ、うん、ていうことだと思うんですよ。だから、この大黒摩季と酒井泉っていうのはあ、同じ所属事務所にいる仲良しの、えー、2人2人だったと。で 大黒巻っていうのはデビューする前から坂泉のバックコーラスをしていてデビューした後も仲良しだったと思いますで僕がこれをお伝えしてる理由は何かっていうとあの単純に言うとですね僕が例えば今お伝えしたような話っていうのはあの人の関心を誘わないんですよ大黒巻と坂泉っていうのは仲良しでした、うん、二人仲が良くて良かったですね人々が全く関心を、えー、人々の関心を全く誘えない人々が全く注目しない内容だから意図的にこういうね 仲が悪かかっったたんんじゃないいいいいううう不のの噂をを、えー、放り込んでですね、えー、人々の関心をひ引いてるっていう、まあ、そういった話だと思いますだからこの話っていうのはいろいろ、えー、言われてるんですが僕は普通に一言、えー、大黒摩季と酒井泉っていうのは仲良しだったんだなと思いますただこれだけを言うと全くね,、えーあのー、ね誰も関心を持たないんでだから逆の話を、えー、混ぜたりとかしてるんじゃないかなと思うっていうことでこちらの内容もですね関心を持っていただく方が、まあ、いらっしゃるかもしれないんで、えー、一つでも何か役に立っていただき できればと思いまして、えー、今回お伝えしてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。失礼いたします。